岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはホークスの先発山本がマウンドに。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。まずは変化球から入りました。さあ2球目は何か。空振り、落としてきました。すぐに追い込みました。3球目は何で来るか。危ない球です。さあ勝負してくるのか。しっかり捉えた。均衡を破る。いやか。バッターボックスには指名打者の柳田。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やか